バングラディッシュ教育支援の会。これは元中学校の英語の教師だった大西敏子さんが代表を務められている会です。大西さんが2016年、7年前にバングラディッシュに建てられた小学校、ワンドロップ小学校、今年の1月31日から2月の15日まで訪れられた報告会が小野でありました。今回第22回のスタディツアーは7人の日本人の方が参加されました。報告会はその参加されたお一人お一人が体験談をそれぞれお話ししてくださいました。非常に貴重なお話でした。全てに圧倒されてばかりでした。英語もまともに話せないから、聞きたいことも聞けない、子供ともどう関わっていいかわからない。今思うと少し後悔が残ってしまうようなツアーだったかもしれないなと思います。それでもその言葉がわからなくても、バングラディッシュの人々の温かさ、そして子どもたちのやっぱり可愛さ、眩しさが当時その幼かった、私にもその、伝わったので、今回またそのあの子たちに会いたいと思えた紛れもないきっかけになってくれました。当時とその比較しながらお話ししていくと、まずダッカやモアブゴンジュ、コミラの様子ですが、コロナの影響もあって活気が少し減ってしまったのかなと感じました。もっと向こうの、コンビニであるドカンと呼ばれるものがたくさんあって、電車の上にたくさんの人が乗って、まるでそのアトラクションのような道路が印象的だったことをちょっと覚えているんですけど、今回はその日本のようにその綺麗に設備されたダッカの道路で、そのバングラディッシュも変わっているんだな、素敵だなと思った反面、その彼らはどこに行ってしまったのかなとも思いました。そして今回のツアーで私が最も成長したと思える点があって、それは語学力と挑戦心です。大学生になって少しは語学力も上がり、たくさんの方と話せて今回本当に良かったと思っています。まだまだそのよちよち英語だと実感させられたんですが、会話ができたこと、聞きたいことが聞けたことが嬉しく、たくさんのことをお話しすることができました。しかし話せる分、後ほどお話しするんですが、やっぱり衝撃的だったことも聞くことができました。続いてそのワンドロップの子どもたちの様子なんですが、3年前と変わらず明るく、笑顔がまぶしい子たちばかりで、本当に15日間、彼らに癒されました。今回も私も授業に参加させていただくという貴重な体験まで、させていただいて、よりその彼らに近づくことができたことが本当に嬉しかったです。また向こうで少しだけそのベンガル語を今回も勉強したんですが、最終日が近くなるにつれて、子どもが言っていることが少しずつ分かったことも本当に嬉しくて、次行く機会があればその時はある程度ベンガル語を勉強した上でまた行こうかなと思っています。ユリカ、ユリカ、エカネボショ、ここに座れ、ユリカ、アガミカデカホベ、また明日遊ぼう、こんな風に名前まで覚えていただいて、たくさん話しかけてもらいました。一緒にドッジボールしたり折り紙をしたり、元気いっぱいな1年生も言うことをちょっと聞かない2年生も、個性豊かな3年生も、すごく、しっかりしている4年生で、女の子の勢いが強くて5年生がなんていうか、男の子がなぜか静かな5年生が、みんなみんな素敵で可愛かったです。実は私自身普段子供と関わったりすることが本当になく、むしろすごく苦手な方でだったんですが、バングラディッシュだからか、そのワンドロップの子供だからなのか、本当に
可愛く向こうでその先生のお仕事ができたらすごく楽しいだろうなと思う。日本では絶対に思うことがないようなことも、思いました。そしてその嬉しいことも発見することができました、私がその最後に授業をさせてもらった時にちょっと今手元にはないんですが、子どもたちに、4年生ですね、4年生に将来の夢を、書いてもらうという授業をしたんですが、その時にみんながそれぞれすごく素敵な夢を持っていて本当に嬉しかったです。なぜか向こうの子たちは先生の真似をすることが多くて、絵を描く授業でもあまり個性を見られなかったことがあって残念だったんですが、将来の夢を書いて聞いて書いてもらった時はその私の想像のずっと上を行くぐらい素敵な絵と夢が書いてあったことが本当に嬉しかったです。例えば一人の女の子はパイロットになりたい、一人の男の子は向こうでいう警察ガードマンになりたい、やまた教師になりたいという子が書いている子がとても多くて、それも本当に嬉しかったです。他にも2年生で英語の授業などいろいろなことに参加させていただいたんですが、少しでもその子どもたちの生活でこれからの刺激や勉強を楽しむことにつながってくれたらいいなと思います。そしてそんな楽しい子どもたちとの生活に対して一つだけ衝撃的なことがあったこともちょっとお伝えします。入学式の様子を写真撮った時の印象的だとぼやけてるんですけど、この子なんですけど、その、ある日の放課後のことで、その低学年が1、2年生が帰ってしまった後のことだったんですけど、でもその可愛い小さな1年生の女の子がいて、一人でグラウンドに突っ立ったまま帰らないでいたので、どうしてお家に帰らないのって、聞いた時に、その帰りたくない上のと言い張って、上の学年のお友達が終わるまで一緒に待っていた子なんですけど、その後に現地の先生にこの子について大西さんにちょっと聞いてもらって知ったことなんですが、病院で、飼われた子で、本当の母親は知らない子という、とても私衝撃を受けました。しかもそれ自体があまり珍しいことではなく、公的に、人身売買に近いことがバングラデシュで行われていることを知りました。その時その少しかわいそうっていう気持ちがあったんですけど、その後々話を聞いて、その彼らは飼われてしまったけど幸せな方であって、中にはお金がないから、見捨てられてしまう子もいて、私たちがそのやっぱり迂闊に関与してはいけない問題だなというのもすぐに分かりました。需要と供給が成り立つ一つのビジネスとして子どもが売り買いされている現実なんですが、それをその問題視してしまって連鎖を止めてしまうと、亡くなる命も増えてしまう、という問題も出てくることが一番悲しい現実だなと思いました。それが私の今回のツアーの中で一番ショックな出来事でもあり、またそのバングラデシュの奥深いことをもっと、知れたこともまた嬉しく思います。他にも、ご飯が美味しすぎて現地で3キロほど太ってしまったりとか本当に3キロ太ったり、その向こうでその当たってしまって義理が2日間続いて、いろんな人にちょっと薬をもらったりでもしたんですけど、いろんなお菓子や食べ物に挑戦した結果その当たってしまって、結構自分の胃腸が強いと豪語していた私なんですけど、行く前は向こうでは本当に苦しい2日間になりました。で、その貴重な体験もで、前回はあまり乗れなかった CNG に乗って移動したり、前回同様バングラデシュでも楽しむこともできました。日本では見ることができない景色や体験もたくさんさせていただいて、異次元に足を踏み入れたような新しい感覚も体験することができました。3年前報告会で自分のお金で自分たちだけの力で挑戦したらいいよと、助言をいただいて、それなら次こそ自分たちで行ってやろうっていう思いを持って
実現することができたことも嬉しく思いますし、そしてそんな機会を今回もいただけたことも嬉しく思います。今回の反省点も良かった点も忘れずに、また皆さんと一緒に再挑戦できたらなという気持ちもあります。改めて大西さん含め、同行させていただいたツアーの方々、本当にご迷惑をたくさんおかけしましたし、最後まで本当にありがとうございました。19歳の私にこんな機会を与えてくださったことをとても嬉しく思いますし、初めてそのワンドロップの活動を中学2年生の時の職業体験で、知った時、この日から行きたい、この目でバングラディシュを見たいと思ったあの日からもう2回もバングラディシュに行けたこと。19歳の大学生の2回目の訪問の報告でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって良き日でありますように。